はい、こんにちは、ヨッシーです。今日は、折り紙を折ってみたいと思いますね。モーターボードですね。今日はこういう正方形の折り紙ではなしに、こういったねメモ用紙によくある長方形で折ってみますね。まずこういうふうに折ります。はい、そしてもう半分。はい、そしてこれをこういうふうに折ります。でこっちもこういう風に折りますね。はい、そしてこれをこういう風に折って、ここももう一つ折り込みますね。はい、こちらも同じようにこう折って、もう一回こう折りますね。はい、そしてこの中を広げます。こういった形になります。ここはこちらの方に入れてしまいましょう。はい、そして三角に折っていきます。裏向けて反対側も三角に折っていきます。はい、そしてもう一度中を広げます。ここで厚いところと薄いところができてますのでね。はい、そしてもう一度こういうふうに折りますね。この薄いところだけを折ります。そして中をこういうふうに広げます。そしてね、この線でここの頂点とここの頂点を結ぶ線で折っていきます。こちらも同じ折りますね。はい、そしたらこういう風な形になります。なんか魚のような形ですね。そしてここの三角をつまんで前に引っ張り出しますと、これがモーターボートの形してますね。そしてこれが、ちょっと平面的ですので、これ立体的にしますね。ここに1枚このように折り返します。こっちも1枚薄いのを折り返します。そして中を広げて、このように、はい、これで立体的になりましたね。はい、これで出来上がりです。モーターボードでした。楽しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた、バイバイ。